お庭外、庭外、福は内。はい、節分のおすすめ。ラムの当たるキックだっちゃ。ここまで書けばわかるか。ラムの当たるキックだっちゃ。はい、レストラン前の箱です。本当は、ブレードランナーのお話をする予定だったんですけど、もうちょっと節分も近い、今週いっぱいで節分になっちゃうということなんで、今日はお仕事の方のお話で、節分なので当たるキックというエチオピアのシチューを作ってみました。メニュー名からアプローチした料理の作り方っていうのもあって、もう楽しいかなと思って、いつかこういうのをやろうと思ってたんですね。それのまあいくつか自分の中で考えたメニューがあったんですけど、それの第一弾がこのラムの当たるキックで、当たるキックっていうのはエチオピアのシチューなんですけど、レンズ豆の辛口のトマトシチューっていう風な感じですね。で、それにラムを加えて、ラムの当たるキックだっちゃ、まあネーミングが面白いんじゃないかなと。ちょうど節分なんで、ラムちゃんに当たる、ラムちゃんが当たるをキックするって感じで、こんな感じで名前から作ってみるメニューっていうのも楽しいかなと思って、このメニューをずっと考えていました。で、ちょうど節分で、ああこのタイミングで出した方がいいだろうなと思って、急遽これをメニューに入れました。で、節分限定で今週末までやってますんで、よろしかったら食べに来てください。作り方はこの後ちょっとお見せしますね。はい、ラムの当たるキックを作ります。まずは玉ねぎを油でじっくりすえします。玉ねぎのみじん切りをじっくり炒めます。まあ、これが当たるキックの元になるレンズ豆です。まあ、普通は生のまま入れるんですけど、僕は、まあ、お米みたいな感じに2時間ぐらい水につけてから、少し戻して、それから入れるようにしてます。玉ねぎが透き通りましたら、生姜とニンニクを加えます。はい、さらに加えします。エチオピアの人は結構せっかちなんで、まあ、普通のフランス料理のスエとは違って、結構強火で玉ねぎを炒めていきます。まあ、その分焦げないように注意しながら、常に混ぜながら炒めるような感じですね。はい、次に香辛料、こちらがクミンですね。クミンとコリアンダー、これでまたしばらく炒めていきます。これがエチオピアシチューのベースになるものですね。玉ねぎとニンニク、
生姜を油で炒めたもの。結構油は多めです。これぐらいの油の量ですね。結構多めなんですね。で、普通ここがまあベースなんですけど、今回は当たるキックということでトマトベースなので、ここにトマトペーストを加えます。で今回はラム肉の当たるキックということなんで、ラム肉をちょっとレンズ豆のちょっと大きめに切ったもの、レンズ豆がこれぐらいなんで、それに合わせて少し小さめに切ったラム肉を入れることにしました。でここにダイストマト、これぐらいかな。これぐらいの割合ですかね。ちょっと、レンズ豆より少なめぐらいの量ですかね。ここに、レンズ豆を入れていきます。ここからはちょっと弱火で、はい、水分がこれぐらいまでになったら止めちゃいます。レンズ豆は結構余熱で火が入っちゃいますんで、こんなもんですね。提供するときにもう一度温め直してお出しするような感じです。こんなもんですね。塩コショウは味を提供する直前に調整するのでちょっと薄めにしてます。以上、ラムの当たるキックでした。当たるキック出来上がりはこんな感じなんですけどね。エチオピアのシチューっていうのはインジェラっていう、こういう薄いクレープ状に焼いたパンの上に、これはインジェラっていうものを、それの上にシチューを乗せるんですね。だからエチオピアのシチューっていうのはちょっと汁気が少ないシチューが多いです。こういう風な感じに、あまりシャバシャバだと周りに流れ出ちゃうんで、ちょっと汁気の少ないようなシチューになってるのがエチオピアのシチューの特徴ですね。で、この汁気の少ないシチューを これは偽物のインジェラなんですけど、こういうふうに手でつまんで食べるって感じですね。こんな感じにメソブっていう台の上に乗っけて、インジェラを乗っけてシチューを乗っけるっていうような食べ方、これが伝統的なエチオピア料理の食べ方になっています。以上、今日はちょうど節分ということなんでラムの当たるキックを作ってみました。ぜひ食べに来てください。次週はブレードランナーの話します。それではバイバイ。
バオバブー。チャンネル登録はこちらから。